マテンローは1949年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はキングビダー。モノクロ作品。原作は1943年に出版されたアインランドのベストセラー小説水源で脚本をランドが書いた。脚本はランドが書いたものがほぼそのまま使用されたが、ランドは後にこの映画の編集、美術、演技など様々な要素を批判した。 ストーリーは若い個人主義的な建築家、ハワード・ロークの生涯をめぐって展開する。ロークは自分の芸術的、個人的なビジョンを犠牲にして世間に認められるよりも無名のまま苦闘し続けることを選ぶ。県一層が伝統崇拝に凝り固まる中、ロークは自分が最高と信じる建築を追求する。ロークの前身を支援する人物、妨害する人物、 あるいはその両方を行う人物など、様々なタイプの人物たちとロークの複雑な関係を描くことで、この映画は恋愛ドラマであると同時に、哲学的作品にもなっている。ランドにとってロークは人間精神の具現化であり、ロークの苦闘は個人主義と集団主義の闘争を象徴している。ハワード・ロークは順応を求める世間の圧力に屈せず自分の信念に従う。 個人主義的な建築家である。エルスワース・トゥーイーは新聞ニューヨーク・バナーに建築評論の連載コラムを持つ評論家である。トゥーイーはロークの個人主義を敵視し、ロークを言論の力で滅ぼそうと企む。ニューヨーク・バナー神の者主ゲル・ワイナンドは強大な権力を握る大富豪で多くの新聞、雑誌を支配下に置いている。ワイナンドは トゥーイーが始めたローク攻撃キャンペーンにほとんど関心を示さず、ニューヨークバナー紙でトゥーイーに好きなように書かせる。ドミニク・フランコンは社交界の花形でニューヨークバナー紙の人気コラムニストである。ドミニクはロークの建築を高く評価しており、ニューヨークバナー紙が始めたローク攻撃キャンペーンに反対する。ドミニクは凡庸な建築家、ピーター・キーティングと婚約している。 ドミニクはロークに会ったことも見たこともない。個人主義を嫌をする。この世界では、ロークは破滅する他ないとドミニクは信じている。ワイナンドはドミニクを愛するようになり、キーティングがドミニクより出世を選ぶ男であることを暴く。ロークは自分の信念通りの建築を望む世主を見つけることができない。わずかな妥協を要求されるプロジェクトも、ロークは辞退する。一文なしになったロークは、 採石場で日雇い労働者として働き始める。その採石場のオーナーはドミニクの父がいフランコンで近くにはフランコン一家の別荘があった。別荘を訪れていたドミニクは気まぐれで父の採石場を訪れる。そこでドミニクは花崗岩にドリルで穴をうがつロークに目を奪われる。ロークも自分を見るドミニクに気づき二人は明らさまに互いを見つめる。 ドミニクは別荘の寝室にあったダン道の大理石を自分で叩き割り、採石場からロークを呼びつけ、修理を頼む。ロークは修理を引き受けるが、ドミニクの別荘に新しい大理石が届いた後、自分で据え付けに行かず、別の石切り妊婦を送る。怒ったドミニクは馬にまたがり採石場に向かう。ドミニクはロークを見つけ、なぜ自分で修理に来なかったかといただす。 あざけるような対応をするロークの顔を、ドミニクは馬上から鞭打つ。その夜、庭へのドアを開け放した、ドミニクの寝室に、ロークが現れ、ドミニクを力ずくで犯す。ロークが自分の部屋に帰ると、新しい建築プロジェクトのオファーの手紙が届いている。ロークは直ちに荷物をまとめて出発する。翌日ドミニクは採石場に行き、ロークが採石場を去ったことを知る。 ドミニクは自分を犯した石切り妊婦がかつて自分がコラムで擁護した天才建築家ハワード・ロークだったことを知らない。ワイナンドはドミニクが自分を愛していないことを承知でドミニクに求婚する。ドミニクは自分で自分を罰したくなったら求婚を受け入れると答える。ドミニクはロークが設計した高層住宅エンライトハウスのオープニングパーティーで 自分を犯した意思切り妊婦がロークだったことを知る。ドミニクはロークの部屋に行き、世間の拒絶から事故を守るために建築を諦め、自分と結婚してほしいと申し出る。ロークはドミニクの恐れを否定し、ドミニクが考えを変えなければ二人は何年でも離れたままだと伝える。ドミニクはワイナンドを訪れ、休婚を受け入れると伝える。ワイナンドは、ドミニクの本当の気持ちはどうであれ ドミニクと結婚すると伝える。ワイナンドは、ドミニクと自分のための贅沢で世間から隔離されたカントリーハウスの設計を依頼する建築家としてロークを選ぶ。これをきっかけにワイナンドは、ロークと友人になり、ドミニクは二人の関係に嫉妬する。キーティングは、多くの建築家が絶望する公営集合住宅コートランド、ホームズ設計の仕事を獲得するべく。 2E に口利きを懇願する。自分の能力では大規模集合住宅を設計できないキーティングはロークに手助けを依頼する。ロークはもしキーティングが完全にロークの設計通りに建てることを約束するなら設計者としての名誉も金銭的報酬もキーティングが受ける条件で設計を引き受けると答える。キーティングが提出したロークの設計は 2E の差し金もあり。 醜く改変された。ロークは完成間近のコートランド・ホームズをドミニクの助けを仮爆破することを決意する。爆破現場でロークは逮捕される。トゥーイーはキーティングを威嚇し、コートランド・ホームズを設計したのがロークだったことを白状させる。ロークは裁判にかけられる。あらゆる新聞がロークを社会の敵として急断する中、ニューヨークバナーが見だけは、 車種ナンドが全面に出てローク用語のキャンペーンを始める。だがニューヨークバナー紙にはトゥーイーの信奉者たちが浸透していた。トゥーイーは自分の信奉者たちを使いニューヨークバナー紙からスタッフを一斉退去させる。トゥーイーはニューヨークバナー紙のローク用語キャンペーンを攻撃するキャンペーンを始める。追い詰められたワイナンドは ニューヨークバナーが身を守るため 2E の要求通り、ロークを休断する声明を出す。裁判でロークは弁護士も承認もを要求しない。最終弁論でロークは自分の仕事を自分の条件で提示する権利を擁護する長い演説を行う。陪審員は彼の無罪を評決する。罪の意識に打ちひしがれたワイナ難ドはロークを呼び出し、ニューヨーク一高い高層ビル。 ワイナンドビルディングの設計を他人行儀に依頼する。設計は完全にロークに任せるという。ロークが部屋を出ると、ワイナンドは拳銃を取り出し自殺する。数ヶ月後、ドミニクはワイナンドビルディングの建設現場に行き、ローク夫人を名乗る。ドミニクは工事用のエレベーターに乗り、夫、ロークを見上げながら建設中のワイナンドビルディングを登って行く。両手を腰に当てたロークが、 自らの頭脳で設計した荘厳な摩天楼の頂に強い王風に吹かれながら誇らしげに立っているシーンで映画は終わる。ローレンバコールに代わってドミニク・フランコン役に抜擢されたパトリシア・ニール・ワーナー・ブラザースはアインランドのベストセラー小説水源の映画家権を1943年後半に購入した。当時ワーナー・ブラザースの社長だったジャック・エル・ワーナーに 水源の映画化権を購入するように説得したのは当時ワーナーブラザースと専属契約を結んでいた女優のバーバラ・スタンウィックだった。スタンウィックは水源がベストセラーになる前からこの小説のファンで自らヒロインのドミニク・フランコンを演じることを絶望していた。ワーナーブラザースはランドに脚本の執筆も依頼した。ランドは 自分が書いたセリフを一語たりとも変更しないことを条件に合意した。監督にはマービン・ルロイを起用することが決まったが、制作は先延ばしになった。ルロイによると制作が先延ばしになったのは、ランドの反ロシア的立場に刺激された、戦時生産委員会が干渉してきたためであった。バーバラ・スタンウィックが絶望していた、ドミニク役にはパトリシア・ニールが起用されることが決まった。 スタンウィックは、この起用を知らされておらず、業界史で初めて知った。このことがきっかけで、スタンウィックは、ワーナーブラザースとの専属契約を解除した。3年後、監督が、キングビダーに交代になり、制作が開始されたが、制作過程を通じて、ランド、ビダー、ワーナーブラザースの3社の間で議論が絶えなかった。ビダーは、ハワード・ローク役に、 ハンフリー・ボガートを起用することを望んだが、ランドはゲイリー・クーパーの起用を望んだ。クーパーと共に、ローレン・バコールがドミニク役にキャストされたが、パトリシア・ニールに交代になった。クーパーはオーディションでのニールの演技のまずさを批判したが、クーパーの批判はニールの起用に影響を与えなかった。制作中、クーパーとニールは不倫関係になった。ランドは、 脚本の執筆を1944年6月に終えた。ドミニクを演じたパトリシア・ニールは、ランドが自分の脚本を守るために頻繁に撮影現場を訪れたと回想している。撮影中に、ビダー監督は、終盤のロークの演説が長すぎると判断し、プロットと関係ないと彼が感じた箇所を削ることにした。ビダーの決定を知ったランドは、 ワーナーブラザース社長のジャック・エル・ワーナーに契約を遵守するように要求し、ワーナーはビダーを説得して、ランドの脚本通りにロークの演説シーンを撮影させた。その後ランドは、ワーナー社長とスタジオに弱小スタジオなら要求しかねなかった悪趣味な妥協を要求することなく原作の主題と精神を守らせてくれたことへの感謝の手紙を書いた。ただしランドは、 映画制作倫理規定管理局の承認を得るために、この作品の脚本をわずかに修正している。原作では、ゲール・アイ・ナンドがドミニクとの結婚を解消するが、映画制作倫理規定では、こうした婚姻解消の描写が禁じられていたため、ランドは、ワイ・ナンドが自殺するプロットに変更した。ランドの脚本には、ロークの建築のモデルになるのは、 フランクロイド・ライトのスタイルで他の建築家のスタイルは認められない。これは非常に重要である。我々は観客にロークの建築に感服させなければならないのだからという指図があった。ワーナー・ブラザースによれば水源の映画化決定が知られると作品に登場する建物のデザインを提案する手紙が米国中から寄せられた。しかし、ライト自身は この映画の制作への協力を拒否した。実際にロークが設計したものとして映画に登場する建物は美術監督エドワード・キャレアがデザインした。これらの建物のスタイルは原作の舞台となった1920年代の中西部におけるライトの建築よりもむしろ1940年代後半の東海岸におけるインターナショナルスタイルに近く、それゆえ アメリカにおけるモダニズムよりも、ドイツにおけるモダニズムに機嫌を持っている。ランドはこの映画の撮影中、ジェラルド・ローブに登場する建物のスタイルが嫌いだと語り、後にその理由を、美術監督のキャレアが建築の専門教育を受けて、いても実際の建築を設計した経験はないせいに、した。ランドは、キャレアがデザインした建物を、 ぞっとするような現代風ビルの写真の模倣と表し、当惑するほどひどいと断じた。ラストシーンでの自ら設計した世界で最も高い構造物の頂点に立つロークの描写は未来派を思わせるとする説もある。この映画の背景音楽はマックス・スタイナーが作曲した。クリスマシュー・シャバラはこの映画の背景音楽がいかに適切であったかを分析し、スタイナーは 映画音楽の真の設計者であり、映画音楽の水源と呼んでいいかもしれない。これらの背景音楽を聴くだけで、ハワード・ロークの物語が思い浮かぶの述べた。シャバラはこの映画の音楽を論じた記事の中で、哲学研究者のグレガ・レキサンダー・マギーのスタイナーが作曲した背景音楽は、この作品と非常に神話しており、原作の感覚を完璧に伝えているという言葉を引用している。 マギーは、スタイナーの音楽はこの物語に存在する救済と再生のテーマを強調しており、ロークの抵抗、ドミニクの生命感、ワイナンドの気きづえの洞察を与えると示唆している。RCA ・ビクターが、チャールズ・ゲル・ハルトの式、ナショナル・フィル・ハーモニック還元楽団の演奏で制作し、1973年に LP で発売して、後に、 CD で再発売されたマックス・スタイナーのトリビュートアルバムには、この映画からの抜粋曲も収録された。ドミニクを演じたパトリシア・ニールは、この映画が公開される直前、ミルトン・バールと共に NBC テレビの番組、ハリウッド・コーリングに出演し、彼女が出演する、マテンロウやバールが出演する、テレビジョンの王様を含む新作映画について語った。 この映画の風切りプレミア上映会はワーナーハリウッドシアターで行われた。パトリシア・ニールはカーク・ダグラスにエスコートされてプレミア上映会に現れファンにサインした。ロサンゼルスタイムズが見にはこの作品の風変わりな要素の数々に観客は強く反応したと書かれた。プレミア上映会の終了後、ニールは多くの人々が自分を避けていることに気づいた。 唯一の例外だったバージニア名誉はニールに近づき、お芝居、下手だったわねえと叫んだ。主役を演じたゲイリー・クーパーは映画を通してみて自分が演じた終盤の演説が満足のいく出来ではなかったと感じた。原作のメッセージに借り立てられ、クーパーとニールは自分たちの不倫関係が大やけになるのを許した。二人の不倫関係が広く知られるようになったことは、 この映画の興行成績にいくらかの悪影響をもたらした。最終的な興行収入は210万ドルで、制作予算を40万ドル下回った。しかしこの映画によって原作への関心がかき立てられた。結果、小説、水源の売り上げは伸びた。映画の公開時点での原作者ランドの反応は好意的だった。ランドは手紙の中で、この映画は、 これまでハリウッドで小説を原作に作られた、どの映画よりも原作に忠実に作られていると書き、この映画化は大きな勝利だったとまで書いた。友人のデウィット・エメリーへの手紙では、ゲイリー・クーパーはもっと強い演技をするべきだったと、あなたが感じるのも、もっともだとは思うと認めながらも、ロークはわざとらしい演技で大げさに演じられるよりも、抑えめに演じられた方がいいと私は思うと、 結論づけた。しかし、後にこの映画に対する彼女の評価は否定的になり、この映画は初めから終わりまで嫌いと語り、編集や演技など様々な要素に不満を述べるようになった。ランドはこの映画化の経験から、監督、脚本家の選択権と編集権を認められない限り、自分の小説の映画化権は絶対に売らないと宣言した。公開後、 この映画は批評家たちから酷評された。ハリウッドリポーター氏には登場人物たちが奇妙極まりなく感情移入の余地がないと書かれた。ロサンゼルスタイムズ紙には今時の平均的な映画ファンの興味を引く映画ではないと書かれた。米国共産党の党首デイリー・ワーカーはこの映画を公然たるファシスト映画と断じた。業界史、バラエティでは冷たく、 感情に乏しく、むやみに多弁で、人間の人格的完全性は、あらゆる方に優先するという主題の押し付けに100%集中している映画と評された。ザ・ニューヨーカー氏のジョン・マッカーテンはこの映画を、ここ数年のハリウッド映画の中で最も顔面で、的外れと評した。旧氏は、粗雑で、ナンセンスな体現相互の映画と評した。ボズレー・クラウザーは、 ニューヨークタイムズがのレビューでこの映画をむやみに口数が多く入り組んでもったいぶっていると評し、ビダー監督は業々しいシーンを次から次へと重ねていると述べた。ワーナーブラザースの記録によると、この映画の興行収入はアメリカ国内で217万9千ドル、国外で80万7千ドルだった。映画マテンローは近年再評価されている。映画レビュー集計サイト、 ロッテン・トマトズでは、幅広いレビュアーからのレビューが集まり、肯定的レビューが83%に達している。エマニュエル・レビーはこの映画を、原作となった書籍よりも良い本案の数少ない例の、一つと評している。映画評論家のデーブ家は、キング・ビダーは、アインランドの途方もない、哲学小説を、彼の最も繊細で、パーソナルな作品の一つにした。これは、 主として弾根継承をランドの右翼的攻撃を上回るほど固くすることによってだと述べた。建築家のデイビッド・ロックウェルは建築とデザインに興味を持ったきっかけの一つとして1964年にニューヨークを訪れた時にこの映画を見たことを挙げている。ロックウェルは彼が大学で建築を教えている学生の多くが水源の主人公へのトリビュートとして カイヌにロークと名付けているとも述べている。実際に制作開始まで至った例はないものの、原作、水源の新たな映画化に関心を示した映画制作者は多い。1970年代には映画監督で脚本家のマイケル・チミノが自ら脚本を、下記映画会社ユナイテッド・アーティスツ・配給で制作したいと表明している。1992年には、 映画プロデューサーのジェームス・ヒルが映画化の権利獲得に、乗り出し監督に、フィル・ジョアノを指名した。2000年代には、映画監督、オリバー・ストーンがこの原作の再映画化に興味を示した。道具役には、ブラッド・ピットが検討されていることが報道された。映画監督のザック・スナイダーも2016年3月のインタビューで、水源の再映画化に興味を示している。ありがとうございます。